そしたら第3回かな。ここやったっけな。ここのフォントになれんな。なんて読むんだろうな。悪魔もいるし、ここは慢性レベル、デビルサマナーだけが入れる。まあ町みたいなものだ。普通の人は入ってこないの？一般人が関心を持たないよう無意識に作用する結界が張られてるらしい。うん、確かにそれで十分なのかもね。人間は自分の無関心そのものについては疑問を持たないし。で、才蔵が用がある場所ってどこなの？コンプスミスって言ってな、デビルサマナーにとっちゃなくてはならない店だ。装備整えたいっていう話な。デビルサマナーにはなくてはならないって言ってたけど、何をするところなの？コンプスミスではな、サマナーの命ともいえるコンプをいい感じに改造してくれるんだよ。若いけどよ、ここのはいい腕してんだぜ。子さん褒めてくれるのは嬉しいけどよ、負けたりしねえからな、サイゾだよ。新しい客を連れてきたんだ、ちった色つけてくれよ。タタラタン、それはそれ、これはこれだっての。俺は安売りはしねえ主義だ、お姉さん。俺はタタラってんだ。フレンドリーにタタラタンって呼んでくれ。私はリンゴ、よろしく。コンプが不調だったり、なんかこう改装してってなったら遠慮せずにいつでも来てくれて構わねえ。そうだリンゴ、興味があったらこれでちょっと改造してみろよ。ありがとう。サイゾー、金がねえ。でも気にするなって、お前にはでかい借りがあるからな。まあ今すぐ改造を頼むかどうかはお前に任せるわ。で、準備が整ったらアクシスだったか、そこに向かおうぜ。コンプの調子はどうだ？高校生または大学生ぐらいしか金持ってねえ。何をどう変えれるん？これプラス3になるってこと？攻撃が。これでいいんだな。これでいいんだな。毎度。うんうん、なるほど。これはなんでできんの？あ、メタリアルが足らんからか。出た。まあこれでいいんだな。アローやっけな。は、多分レギュラーだろう。これ何人戦闘に出れるんだろうな。他になんかあるか？壊すなよ。この町は他にあるんかな。
説明ないけど入れたな。あら、おいしそうなお嬢ちゃんだこと。ほら、こっちに来て、そのお顔をよく見せて。お、平気よ、取って食いやしないから。あなたは？私はリーナ、ここヨーヨー城の主よ。そのままの読み方やった、ね、ヨーヨー城ではどんなものを扱ってるの？あら、あなたがそんな匂いしないと思うけど。警戒しないで。それに私の鼻はごまかされないわよ。ここでは怪しげな品物なら各種取り揃えているわよ。きっとあなたを満足させられるわ。すごい自信だね。なんか必要なものができたらその時はよろしく。あん、でも取引は素材で行うから、そこだけは忘れちゃダメよ。いらっしゃい。素材か。じゃあこの辺の素材はバンバン取ってバンバン交換してって良さそうだな。あ、ちゃうわ、お金もちゃんとかかるんやな。お金プラス素材でさっきと一緒やな。それでいいのね。毎度どうも。まだあるか。もう行っちゃうのね。こんなとこか。この2つ増えたってことな。で、アクシスに向かいたいと。仲間を連れていくっていう話だったな。一瞬で忘れてるな。ここがアクシス。地下にこんな空間があったなんて。地下なんだ。放棄されていた海底の地下施設にちょちょっと手を加えて使ってるんだ。こりゃすげえ。まるで果てが見えねえな。ひどく無機質な印象を受けるけど、ある種の荘厳さに満ちてるわね。ここはアイオンの中枢。私とフィグはここで作られたんだ。ここで観測される膨大な量の情報から、かなり高い精度で未来を予測演算することができるんだ。それで世界の終わりの未来を知ったってわけか。本当に大丈夫か？やっぱりまだ調子が悪いんじゃないか？これくらい、平気平気。リンゴちゃん、無理すんなって。ようこそアクシスへ、デビルサマナー。いえ、人間の皆さん、私はフランマです。うわ、どこから？やっぱり確信は持てんけど、あのアキラの子供じいさんとの声優さんじゃないかなと思うんやけど。自己紹介なんかより今はリンゴのことだ。そうね、彼女に一体何が起きているの？あなたたちの意向は承知しました。ではリンゴの不調についてですが、私の見立てではソウルハックを行ったことが原因のようです。まあできるだけ平たくしようか。その可能性は考えてたよ。でもこういう形で影響が出るとはね。理屈は知らねえけど、3人も生き返らせて何もなしってわけにはなかなかいかねえよな、普通。そうそう、むしろこの程度で済むならお得かも。だからって無理は厳禁だぜ。リンゴからもらった分はきっちり返そうと思ってるからな。それが終わるまではいなくなられちゃ俺が困んだよ。ならこき使ってあげないとだ。一応言っておくけど、
みんなが気に病むことじゃないから。いい？リンゴの発言に同意します。ソウルハックは必要な処置でした。ソウルハックはアイオンが人間の魂に介入する機能ですが、そのためには対象の魂あるいは精神構造とリンクする必要があるのです。おそらくあなたたちの魂とリンクした際に想定外の異常が発生したのではないかと推測されます。この異常を抱えたままコベナントの捜索を進めることは非常に危険です。で、その異常とやらは排除できるの？肯定します。そのために来てもらったのですから。どういうことか分かるように言って。リンゴに起こった異常を取り除くためにある手段を用意しました。あなたたちに協力を乞います。お膳立ては整ってるってわけだな。それでランマ、何をすればいいの？言葉で説明するより実際に体験してもらうのがいいと思います。それではあちらへどうぞ。また妙なところに連れてこられたな。あれ、なんだか見覚えが。ここはソウルマトリクスという領域です。ソウルマトリクス。リンゴのソウルハックによって得られた情報をもとにあなたたちの精神構造を現実空間に再現した場所です。一種の迷宮と言えます。また追体験するんか。ソウルハック、そうか。俺がソウルハックされた時も確かこんな場所に。参照した情報には当然リンゴが知覚した情景も含まれています。その類似は当然でしょう。随分と大行だこと。忘れそうになるけどここ地下だよな。現在あなたたちがいる位置はソウルマトリクスの中央であり、三方向に迷宮は続いているはずです。確かに三つの扉があんな。もしかしてそれぞれが私たちの魂と紐づけられた迷宮ってこと？ご推察の通りです。今目の前にある諸構造はリンゴとリンクしているサマナーたちの状態をリアルタイムで反映中です。その迷宮とリンゴが抱えてる不調、どんな関係があるんだ？はい、リンゴに不調をきたしている異常はアローのエリアから検知されています。ソウルハックの際にアローの精神構造に含まれる何らかの異常を取り込んだことが原因と推察されます。え、俺の精神に問題があるってこと？待て、俺は何もしてないぞ。それは確かめてみないとなんともって感じだね。でもフランマの意図は分かった。つまりアローの精神エリアに行ってその具現化された異常を直接排除すればいいってことだね。これが一番効果的な手段だと判断しました。その景気の悪い顔、どうにかならない？煽らない。喧嘩はあとあと、今は問題解決が先でしょ。さす。あれあれ、ちょっと調べとくか。なんじゃい、ここか。セーフハウスまで戻るんかなと思ったけど。
目的はアローエリアを進み、そこにある異常を排除し、リンゴの精神状態を正常化させることにあります。おいおい、悪魔が我が物顔で歩いてるぞ。どうなってんだ。消えた？ソウルマトリクスって随分愉快そうなところね。どうしてこんなところに悪魔が？異常のせいか？調査中ですが、悪魔がソウルマトリクスに存在する理由は不明です。現状観察の結果をお伝えすると、悪魔の出現はアローに限らず他の2人のエリアにも見られる現象のようです。サマナーは心の髄にまで悪魔を飼ってるってことか。ゴーだね。ソウルマトリックスの解明が進めば、先ほどのリンゴの不調の原因を突き止められるかもしれません。結局何が原因かは謎のままってことか。今優先すべきは理論的解明ではなく現実的な対処です。それゆえ今回は問題が起きていると思しきアローエリアの探索に専念し、他のエリアに行くことは禁じます。別に自分の精神構造を歩き回りたいとは思わないから。時間が惜しいし、早速アローエリアを調べてみようか。なんだあれ、ドローン？やっと追いつきました。見えますか？見えますよね。どうです、このフォルムは。なんかやたらと愛想がいいわね。怪しいな。とりあえず撃っとくか。待ってください、怪しくありません。フィグです。フィグ？どうしたのそれ。それではありません、ミミです。ミミズクのミミです。現地の情報を収集するためのドローンです。今回はこういう形で活用することにしました。以前リンゴが不満を述べていた情報不足も解消できます。さっきフィグが言ってた準備ってそれのことだったんだ。はい、このミミを使うことで皆さんのサポートが可能となりました。サポート？主だったものは危険性をはらんだ対象の検事ですね。なるほどね、それは助かるかも。ところでさ、なんでそんな見た目にしたの？特に深い理由はありません。言うなれば私の趣味です。もう一歩感半端ねえな。このようにドローンに擬態して遠隔操作するくらい私たちアイオンにはお手の物ですから。だったら次はナイスバディなクールビューティーで頼むぜ。却下します。さてさて、誰が上がるんだ。武器はついてないの？そうね、自在に擬態できるっていうならいっそ6方針ガトリングガン積んだ自走式戦車にでもなってくれたらいいのに。ミミはあくまでサポート用のドローンです。それにこの国において銃器の入手運用は困難な上目立ってしまいます。アイオンも何でもできるわけじゃないのね。とにもかくにもこれからはミミとして同行することも多くなっていくと思います。ではでは、よろしくお願いしますね。なんか生き生きしてる。フィグってあんな子だっけ？いろいろあるんだろ、リンゴみたいなやつの相棒やってるとさ。ん？仮面を得て別の自分を演じるってやつね。まあ本人は楽しそうだしいいんじゃね。それではソウルマトリクスの探索に向かいましょう。出発進行です。長かったな。出なよ。行くよ。依頼受けに行った方がいいかな。ちょっとこのタイミングどうなんていう感じだな。
これここの中の依頼があったら二度手間だもんな。クラブな。お疲れ様です。いいですか。お願いいたします。いかがです。サマナーからの依頼です。嘆かわしいことで。お願いいたします。サマナーからの依頼です。お願いいたします。他に用はあります。サマナーの本文をお忘れなく。ここがカラク町。これ表参道って呼んでしまいそうになるな。依頼人はこれか。ちょっとマークも分かりづらいんやな。ああ色変えてくれたらいいのにな。それでさ。よろしく。もう一人は、どうやって見るんやっけ。リクエストの終わってるのもアップデートになってるん。ちょっと見てみるか。よかった。で、終了のあれか。この辺いらんな。イージーコレクター。これか。ザフィーロ。ザフィーロはこの上やっけ？あ、一応マーク出てるな。いらっしゃいませ。え？いいですか？わかった。帰るんですね。あの新しいステージあんま関係なさそうだな。の調子はどうだ。また来いよ。取った。え？ところがな。出てよかったな。頼んだぜ。マンセレルムの
近くな中じゃないの。やっぱりここっぽいよな。一回ちょっと見てみるか。こっちか。ひょっとしてそこに手がかりがあるかも。まあそしたらモグに聞いていくか。よう。よ。ちょっと中に入って話聞くか。いらっしゃい。あら。まだいつもありがとね。ああ。おっと。ち。本当。そうね。よろしくね。金いらんかったよ。適当に見てください。さよなら。増えてないよね。あ、増えた。まあ高いと。そしたらこれだけ買って。それを買うんですか。どうも。準備完了だ。まだ何か用ですか。こいつ腹立つな。単純にそれを売る。どうも。まあ買えるんですね。実際にこんな態度の店員がおる店には二度と行かな。まあ刺したら終わらす。行ってきます。こいつすねにやな。どうも。ほんで受けんとろ。もやっ。ちゃう。これか。隠れてるやから全然わからんのやな。うろうろするなら受けとく。ヒーハオ。ヒーハオ。任せたほう。ここは相変わらず。始めてちょうだい。ああ、こいつはどうだ。遅いぜ。戦闘この力のある弱点を狙える。もちろんだ。リンゴ。
やるじゃん。よし、それがいいわ。弱点をつけリンゴ。もっと楽しませてよ。危ない、備えて。よっ、安心です。時間はいらませんね。好きでしょ。先陣は頼んだぞ。そうよ、ほらよ。よっ、さあ行くか。それ仕留めなさい。こう当ててやる。次だ。世話や。残念ね、退屈な相手だったわ。ミミがおると結構楽だな。そんなぐりぐり回さんでもよくなる。黄色の割には見えんけど、あいつか。来ます。よっ、安心です。第一印象が肝心だぜ。それがいいわ。アロン、それで。やったぞ。決まってるぜ。行こうか。派手に静電気よりはしびれるぜ。その程度はいけるわね。良さそう。地獄の豪華に焼かれなさい。おやすみなさい。すごいよミレリ。よーし、そこよミレリ。強くなりすぎちまったか。土蜘蛛終了。おっとおっと、危ない。なに。なるほどな。ああ、だけどよ、ちくしょう。かかってこい。いいけど、それをすることによって、やることは分かってるわね。こういう奴らが現れるのも慎重に決め、それでいいの。分からないよ。しょうがないというか。どうだ、私たちなら勝てる。運任せは嫌い。そこを狙うの。遅いぞ。遅いぜ。強いぞ。よーし、警戒しろ。ことを祈っておくわ。勝てるぜ。ええ、俺たちならどうなのかな。こいつは硬いな。殺せ。くたばれ。準備完了。行こうか。気をつけなさい。大丈夫。まずはどうぞ。そうだな。わからないならやってみようぜ。どうするつもり。弱点が探ってみるか。やった、それは一番だ。強いぞ。いけるわね。警戒しろ。地獄の豪華に焼かれない。いい反応ね。やっとこ。邪魔をしない。やった、これならどうよ。わー、だるいの来たな。やる。まずはどうする。行くか。行くぞ。私たちなら勝てる。よし、このマークは何なんだ。命中ってことなのか。データは欲しいけど。ファイヤー。強いぞ。いけるわね。良さそうだな。ミレディ、その指示に従うわ。やるじゃん。アイテムの傷薬。慎重にね。負けない。邪魔をしない。ない。やっちまえ。おられ。
倒してみせるさ。攻勢に打って出る。へよおっさ、俺の時間やるか。探ってみないと。ファイヤー。リンゴ、怪我の調子は？しまっていこう。リンゴ、警戒して。物理的弱点？弱点みたいなのないかな。それは助かるな。危ないな。支援に感謝する。私たちならかける。一気に決めるわ。それいいね。見れる。その指示に従うわ。うった。邪魔をしない。おっさ、死ね。くたばれ。ほれ、準備完了だ。行こうか。動くなよ。命中。いつも通り。期待には応えるさ。へよ。こいつは硬いな、本当に。俺たちならな。絶対こっからこっから。フォローしなさい。頼むよ、ミレリー。気が利くわね、リンゴ。私の番、行くわ。ここはあなた。やっちまえ。誰に言ってるの？釣れないわね。だる。うざってんだよ。うるれ。やる。大技使いすぎるなよ。攻勢に打ってて。メディアがない今ちょっと辛いな。勝てるぜ。それで行こう。俺たちならな。お願いできる？フォローに回る。助かるよ。まだ始まったばかりよ。それは助かるな。お互いきついな。すまない。大技使いすぎるな。こっちに頼む。危ないな。休んじゃられねえか。時間はあるよ。それは切れる。命令しないで。アロン、うった。邪魔をしないです。強すぎるぞ。硬いもんな、こいつが。あれあれ、これが痛い。やる。アロン、平気か？ああ。へよ。よし。26。サイゾウ、怪我は大丈夫？慎重さが必要。回復させて。余裕ができたわ。時間もあるよ。そうね。じっくり攻めよう。こっちに頼む。あ、全員なんだ。もっと早くから。今までの狙いを。リンゴ、警戒して。任せて。警戒していこう。はぁー。押せ。効いてるな、あれが。くたばれ。負けられないのに。そうな。まだまだ戦えるよな。ほんでも負けじゃないんや。オッケー。逃がさねえぜ。危なかった。痛そうね、アロン。攻勢に打って出る。へよ。よし。結構硬いのね。行くわ。が沈んだからもう一回かけておくか。これが必要です。ありがてー。止めらんないぜ。くたばれ。どんだけやってくるんだこいつは。まずはどうする。いけるぞ。撃ち抜く。効いたな。なめんじゃねえぞ。休んじゃられねえか。痛いじゃねえ。間に合ったな。これは負けるかもな。まリンゴ、警戒して。ガッテン、断ち切る。大ダメージ。あ、これだな。まだまだ戦えるよな。了解よ。どうだな。結構硬いのね。行くわよ。確実に行こう。立ちなさい、アロン。ミレディ。邪魔をしないで。早くリンゴの回復を。ポイントが狙ってくるやん。戻ってこい。サンキュー、サイゾー。まだ始まったばかりよ。くらえ。遊びは終わりよ。まだこれからよ。ペース配分を考えていこう。行くわよ。後ろは任せなさい、サイゾー。今までの俺と思うな。くっ。
やることは分かってるわね。行くか。くらえ。ペースを乱さず行きましょう。任せとけ。サイゾン、今は大丈夫。動くなよ。命中。リンゴ、怪我の調子は？こっから大ダメージだね。だけどなかなかきついな。大ダメージ。アイオンの実力いくわよ。はあ。邪魔をしないの。あと2回丸かじりできたら倒せるか。やったわね。とんでも倒れんかったけど。手助けは期待しないでよ。それで行こう。へよ。切り替えてこう。無理は禁物だ。ほらよ。リンゴ、ひどい気を誘う。そこよ、リンゴ。予想が。敵さんもビビってるね。命令しないで、アロ。ん？邪魔をしない。この普通の攻撃が。勝ったんちゃうか。バカな。運も実力のうちよ。ちょっと下手したな。ギリギリ勝てた。薬はある？微妙、ちょうど真ん中ぐらいだなこれ。まあ元の方に帰るか。あ、人は休みましょう。回復してくれ。ヒットポイントだけなんやなこれ。ほとんどのアイテム使ってもうたな。ちゃう。場所覚えてないな。マンセーレルムやったような気するけど。ちゃうな。新参道か。よ、さすがだね。あ？それでさ。また。お疲れ様です。あら、この依頼は。レベル高。これは後だな。お願いいたします。他に用はありますか。また来てください。
出なよ。ああ。これ教えてくれんの結局。いましたよ。いや見てからや言ったな。俺から始めるぞ。やるか。こいつはどうだ。命中。とどめさしたらおごってやるよ。よし、弱点を狙えるな。アロ、もちろんだ。決めちゃっていいよ。リンゴ、今ウサギ始めてかと思ったらなんか情報あるな。やるじゃん。よし、いけるぞリンゴ。任せて。決まった。リンゴ、いけるわね。それで狙って。言われなくても。おやすみなさい。後悔したの遅いよ。どうして邪魔するんだ。あ、ディア来た。あ、なるほど、こいつのやつやったか。サイゾウ、安心です。間抜けな顔してるぜ。痛かったか。さあ行くか。頼んだよ。かませ。任せろ。サイゾウ、やるじゃねえか。行こうか。動くなよ。始めてくれ。了解よ。それはやっちまえ。任せなさい。ミミディ死んだわね。クールだ。行こう。それは弱点をつけ。食らわせてやれリンゴ。任せて。邪魔をしない。立ちはだかるなら容赦はしない。現在位置表示って何？もう表示してくれてるよな。言わなかった。戦い？着陸の間違い。痛かった。後ろに控えてるぞ。行こうか。動くなよ。とどめさしたら。よし、おごってやるよ。へよ。次のよーゼータ適合。そこよ。任せてよミレリー。とどめ。輪勢は焼かせない。これに全て焼き尽くす。邪魔をしない。足りないわね。ピクシーか。危ない。危ないのはどこだ。あ、ここか。あれはねえ、じゃあね。現在地表示こうか。やっぱり意味わからんな。危ない。構えて。いいよ。やっと。あぶね。始めてちょうだい。おうよ。動くなよ。戦闘起きそうだな。今だよアロ。お前の力見せてやれ。聞いたな。いいって張り切っていこう。
そうね。使うなよミレリー。邪魔をしない。ああ、義理残りか。無駄打ちご苦労様。まずはどうする？試合できそうね。狙ってやれ。お前の力、見せてやれ。行きました。決まってる。行くぜ。ファイヤー。なんだ、もう終わりか。そういう悪魔が。絶対ないんか。ねえ。あら、これは新しいだろ。薬はある？うん、こうか。あいつの今のやつの能力を見とこうか。土雲は物理残残か。ん？これ終わってるってこと？終わってるんやな。そしたら、ここから装備画面に行けんのか。ちゃうちゃう。なんかめんどくさいな。装備変更確認。仲間の確認。わからん。どっから行ったっけ？こっか。あの悪魔は行くか。ダメだったらもう潰さ。よし、どの手で行くんだ。やるか。やるなら慎重にね、サイゾウ。どの手で行くんだ。張り切って行こう。そこだぜ。わからないな。リンゴ、任せてよミレリー。手応えある。アイオン好きでしょ。倒しても構わない。試してみるも。これ全て焼き尽くす。いい反応ね。後悔したのですよ。センスないね。分かってるよね。警戒していこう。動くなよ。分かってるよね。どうだ。さて、よー、期待できそうね。こいつは効くよ。リンゴ、切り裂け。それで行くの。とどめ。倒したら分かるのかな。あ、ウィーク入った。世話焼かせないで。了解よ。やってくれ。退屈な相手だったわ。行き止まりかと思ったのに。これじゃ先に進めないな。ねえフランマ、なんとかならないの。この断絶はソウルハックを受けた人間とリンゴの間の思考や認識のズレによって生じます。私とアローのズレ。ズレって言ってもな、他人同士なんだから違いがあるに決まってんだろ。その通りです。ソウルマトリクスにおいてはそれがこのような形で再現されるのです。あー、なんかアキラ以外にもおったよなと思っ
ったらあれやな、ニーヤオートマタの。これはリンゴとサマナあれだな、相互の理解度、つまりソウルレベルが低いため現れるものであり解消は可能です。みんなで仲良くしましょうってこと。仲良くの定義にもより、もしソウルレベル推奨はできません。人の精神に極めて大きな負荷をかけてしまうためです。リンゴにだってどんな影響があるかわからない。今はやめておいた方がいいだろう。わかってる、ちょっと聞いてみただけ。現在リンゴとアローの相互理解はその場所を通過できる程度に進んでいます。断絶に接近してみてください。進んでるんかい。わかった。結局この感じで3人の内面を知っていくという感じなんかな。説明よく読んでなかったな。癒しの達人。ほんほんほん。どうしようかな。まあ。ここの戦闘の方を重視するか。へえ。よし、一回。そしたら一旦終了。